神を得た主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。時間が押し迫っていますので早速聖書に入りたいと思いますが、今日は使徒の3章、ペテロとヨハネを通して生まれつき足の利かない男が癒された、立ち上がって歩くようになったところですけども、ちょっと聖書から見ていきたいと思います。一節ですね。ペテロとヨハネは午後3時の祈り時間に宮に登っていったと書いてますが、ペテロとヨハネというのは、使徒行伝でペアできますけれども、もともと仲が悪かったわけじゃないんだけども、ヨハネは一番若くていつもイエス様の胸元でいたわけですね。食事をするときも何もね、まあ、いつもようにこういうふうにこう横になって食事をするので、いつも胸のところにペテロはそこにはとても行けないタイプだった。ですからヨハネの21章でイエス様が裏切ったペテロを癒して、そして私についてきなさいと言ったときに、入ってはないでこいつはどうってまずヨハネを見ちゃったんですね。でそのペテロとヨハネが一つになってこの働きをしているということに大きなポイントがあります。聖霊に臨まれたとき本当にペテロとヨハネは一つにされたんでしょう。ただ聖霊に臨まれて一つになっても、人は一つになってもそれで永遠に一つになる方はそうじゃない。例えば本当に御心の結婚したからもう円満大丈夫かというとそういうわけにいかない。サタンも攻撃してくるし、じゃあどうすればいいかというと二人が祈ると本当に一つとなり続けることができる。このペテロとヨハネは午後3時の命間に宮に登っていったということは、彼らは背負って一つされて、それから一緒にこうして祈るように、ユダヤ人たちは定期的に祈るんですけど、時間を一日何のかいか、そのちゃんと祈りの時間に祈りに行っているという、しかも一緒に行くということをしたわけですね。で一緒に祈ることによって絆が深まっていく、より一つにその人間的というよりも精霊的絆が含まれていくんですね。だからそのペテロとヨハネを通してここで技が起こりますが、彼らはこうして祈りを身につけていたというか、祈ることを忠実になしていたということを覚えてほしいですね。私たちはだからサタンは祈りから引き離す、祈りから引き離してしまうとその神との交わりができないから、神の導きや語りかけや、あるいはその信仰の踏み出しというものを霊的に力を失うんですね。例えば食べないとやっぱり力を失いますよね。呼吸ができないとしんどくなりますね。それと同じように本当にイエス様と生きた交わりをして祈りをしていることによって私は力を受けられるということですね。でまあこの時その午後3時の命間に宮に登っていったわけですね。そしたらですね、そこにちょうど宮のその登る手前で、宮に入る手前ですると生まれつき足の利かない男が運ばれてきたと。生まれつき足の利かない男だったんですね。だから歩いたことは一回もない、歩くということはどういうことかを体験したことがない、おそらく足は細く慣れていたんだと思いますね。で、この男は宮に入る人たちから施しを求めるために前に美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと、ね、どうしてか施しというのは当時の社会ではすごく大事なことで、ユダヤ人にとって施しをするということは神に仕えることの一つだったのです。ただ単なる献金というよりもそれは神に仕えることの一つだから、礼拝とかと同じ価値を持ったわけですね。だから社会保障や社会福祉はなかったんですが、下手な社会保障や社会福祉よりもむしろ確実なんですね。だからこのハンディを持って生まれつき足の利かない男の人は自分で生活していけないので、美しの門と宮の門に置いてもらって礼拝に来る神に仕えに来た方に施しをくださいって言ったらみんな喜んでくれたわけですね。それは確かだから、そうして彼らはだからこの生まれつき足の利かない男の人は食べることに困るとか生活に困るということはなかったと思うんですね。データができませんよ。でも生活で困ることはなかった。しかし彼には社会的立場はなかった。だから自分が誰かの役に立つとか、自分が誰かの役立ってるとか、あるいはなんか自分の役割とか、自分も積極的に何かするってことはなかったんですね。まあ、当時パラリンピックはまだなかったわけですね。だから本当に彼らはその生きる希望を持ってなかったと思います。そういう意味では今も日本は、まあ、普通に行けば食べることはできると思うんですね。ね。で、まあ、食べることはできると。でも、じゃあ食べれるからみんな希望を持ってるかというと、必ずしもそうじゃない。小学生、中学生、高校生、夢とビジョンがあるかというと、必ずしもそうではない。じゃあ年配の方々はどうかというと、年配の方々も必ずしもそうではない。だから、本当にこの夢と希望、生きるビジョンがないと人はですね、食べて生きてはいるでしょうけれども、本当の意味で生きてない、輝いてないんですね。で、この人は足が利かないハンディを持っていた。だからそういう意味では本当にハンディを持ってたんですけど、その結果として、そういう本当の意味で、こう、施しを受けるから生きてはいけるんだけども、夢を持ったり希望を持ったりビジョンを持って生きていくってことはなかったんですね。で、まあ、そしてまあ、美しの門という意味に置いてもらっていたので、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとしてね、祈りに来た時に、ね、見て施しを求めてくださいって言ったわけですね。そしたらペテロはヨハネと共にその男を見つめてパッと立ち止まってね、
そのところを見つめた。その時におそらく聖霊様に強い促しを感じたんでしょう。ね、私たちを見なさいと言ったと。私を見なさいと、ね、言ったんですね。やっぱり、施しをくださいって私を見なさいと言われたら期待すると思うんですね。ね、お土産買ってきたのよって言ってですね、え、お土産私も欲しいなって言ったらね、私を見なさいと言われたらね、なんかお土産いっぱいくれそうじゃないですか。ね、今日誕生日なのよってね、今日3月3日はですね、ひな祭り。でもね、ひな祭りですけど、私はね、男性の誕生日ばっかりしてる。今日はこいつくんの誕生日。ピーター・クボタの誕生日ですね。ね、誕生日ですか言ってね、おめでとうってね、ちょっとこっち見てって言ったらね、なんかくれるのかと思うじゃないですか。やばい。そうですね。ところがですね、男は何かもらえると思って、それは思いますよね。まあ、分かりやすく言えば、ジャラ線じゃなくてね、千札か、五千札か、もしかしたら一万円札かもしれない。束になってるかもしれないってね、俺、期待したわけですよ。そしたら、ペトラは言うわけですね。ね、男は何かもらって、二人に目を添えた。とこう見たわけですね。そしたらですね、金銀は私にはないって言ったんですね。で、ここでよく、この金銀は私にはないってところをね、よく説教の中心にする人がいますけども、これは金銀は私にはないっていうのはここのメインじゃないんですね。あなたが求めているものは私にはないし、金銀は私にはない。しかし、この後なんですよ。私なるものをあげよう。ペテロが持っていたものは、ナダルのイエスのキリストの名によって歩きなさいってことで、ナダルのイエスキリスト、ね、復活されたキリストを彼らは証人ですから、復活されたキリストをうちに、持っていたって、まあ、ここの言い方ですが持っていた。住んでいた。キリストを共に来ていた。キリストはうちに住んでおられた。聖霊は内側に生きておられた。ね。内住のキリスト。ね、そして、キリストはうちに住んでいたわけですね。聖霊は住んでおられたわけですね。これはね、大きいと思いますね。で、そのキリストを私は持ってるから、それをあげる。つまり、うんと砕いて言えば、私はあなたが求めている施しをするような金銀はないけども、私にはキリストと共にいて、このキリストはあなたを癒すことができる。あなたをね、奇跡を行うことができる。だからそのナダルのキリストの名によって命ずる、歩きなさいってこう言ったわけですね。これ何かって言ったら、彼にとって奇跡ですね。一度も歩いたことない人が歩けるようになったという素晴らしい奇跡なんですが、それは同時に彼の人生に夢と希望、ビジョンが与えられたことなんですね。自分の足で歩ける。もう施しをもらうことも自分で稼げる、自分で生きていける、自分でやりたいことができる、自分で夢を持つことができるって、これ大きいんですね。やっぱり人はね、夢がないとやっぱりきついんですね。ビジョンがないと、自分のやりたいことができないってのは本当に辛いんですね。でも、このことによって自分の足で歩けるっていう、こう素晴らしい奇跡だけど、それは同時に彼に自分の人生を取り戻すことをさせたわけですね。で、まあ、さて言った。で、そう言ったけど彼はすぐ立ち上がらなかった。もう長い間生まれてきたままいくつか書いてないけど、イデア君と同じだったら18歳、ハトさんと一緒だったら2歳、ね、私と一緒だったら59歳、ね、長崎教会には GO66 というグループがあるんですけども、それだと66歳。わかりませんが、まあ、2、30歳じゃないかと思うんですね。そしたらこの人は、何かというと、一回も歩いたことはないでしょ。ナダルの人だって歩きなさいって言ったら歩けるんですよ。歩けるんだけど、立って歩いたことがないから、できなかったんですね。そしたら、ペテロは、そう言うと同時に彼の右手を取った姿が、右手を取ってこう立たせたって書いてある。ペテロは立たせた。で歩きなさいって言った以上、じゃあ立ってごらんって言ってこう手を貸して歩かせた、立たせた。そしたら、その立たせた時に、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなった。立ち上がった時に。足とくるぶしが強くなったから立ち上がったんじゃなくて、こう、ペテをふって出したら足が遅く細くなった。でも、その時にぐぐっと力が上がってきて強くなった。そして、と思って彼は踊り上がって、と思ってびっくりして自分で分かるわけですよね。わーって言ってこう踊り上がって、まっすぐ立って歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったと。嬉しかったでしょうね。これね。で、この時にペテロは言ってるんですね。で、言った時に、言っただけじゃなくて手を出して立ち上がらせてる。これ信仰の声って言いましょうか。いや、あなた歩けるよって言って。で、この時、ペンテコステの朝だからすごい性能素敵があったと思うんだけども、でも、いくら性能素敵があっても彼が声出し言わなければこの人は癒されないし、手を持ってこう足し出して引き上げないと彼はおそらく立てなかったと思うんですね。
助けた時にガガーッと力ついてるんですね。皆さんね、私たちはね、うちにイエス様住んでるんです。だから私たちも大体にペテロのようにこう言っていく人なんですね。声を出してね。そしてその時にそれだけによってこう助けていく、その信仰の声を持って。秋元牧師がフィリピンに一番最初行った時に、ミラクル&ヒーリング聞かせると書いてあって、とてもそんなことは当時できないと思ったから、その二十歳ぐらいの青年がいてですね、謝りましょうって言ったんですよね。みんなそうしようってことになったんね。あんだけ期待されてもこれで、秋元氏もそう思ったら精霊がその通りやれって言うからやったんです。信仰あったわけじゃないし、油注ぎあったわけじゃないけど、とにかく主の導きに従って踏み込んだ。で、癒しを祈ることは御心だったわけですね。癒しを祈ることは神の御心なわけですね。だって第三ヨハネに、あなた方は健康であることを祈りますって書いてありますから、で神の心に叶う祈りを叶えとしのですから、ね、それは御心で、だから答えられるわけですね。で、そうは言ってもね、伝道して招きした後に、癒しのある人はできなさいときにね、自信なさそうに言ったらしいですね。だから案の定出てくる人はパラパラなん。ああいうフィリピンの人にガバッと出てくるんだけどね、パラパラしか出てこなかった。それでなかなか祈りに行けなかったフィリピンの牧師たちが祈りに行ってくれて、で一緒に祈ったそうですね。これで共同責任だってね。そしたらフィリピンの牧師たちが何かでいなくなった。これが見頃だったんですね。で、その時日本人だけになったから、もう、大胆になって、もうそしたらってことで、三十数年間聞こえなかった、片耳が聞こえなかった人に手を置いて、片耳に耳を突っ込んで、超牧師の真似をしたん。ね。そして、耳手を突っ込んで、ポンと抜いて、ね、オラオラオラって言えんよって、つんばらくらい出ていけ、ポンってこうやったわけですよね。で、その時信仰があるかというと、あるわけじゃない。油注ぎもあるわけじゃない。でも、癒しの祈りをしたわけですね。内側にイエス様住んでいて、フィリピンの人を愛しておられて、神はそうなさろうとしたから、で指をポンって抜いて、でパンパンって叩いて、これ信号声で聞こえますかってね。そしたらね、その人がね、泣き出して聞こえるって言ったの。でもね、その時にね、日本人はね、秋元牧師も日本人全員ね、あ、気使ってくれてるなと思って、もうはいそうですか、どうぞって言ってね、分かったわけですね。そしたら高い段だったんですけど、降りた後に踊り出した。この時も踊り出した、聞こえる聞こえるって、ええ。あれ本当に聞こえてんじゃないかって癒されたんですよね。一番驚いたのは日本人でした何か踏み出したんですよ。そして本当に指突っ込んでやったん。ほいでそのドドーッと人ができて、それだけじゃない、次々に奇跡が起こったんですね。あまりすごかったので、ね、新聞社の人が来てて、ね、新聞出たぐらいですね。で踏み出したんです。ペテロと牧師もそうですね。奥さんがもう時が来ましたねって言って、あとは潮待つだけですって言われた時に、ね、教会が来て、そして本当に蒼天を教えられて、もうとにかく感謝をして蒼天をしてね、御言葉を祈ってたら、聖書を毎日ディボーションを教えられて、まだ牧師も何でもないですよ。もう本当にやっと蒼天を教えられて始めたばかりで、これでも本当にもう治ってほしいから、読んだらマルコの16章がちょうどディボーションの場所で、病人と置けば病人を癒されますって書いてあった。その言葉がなんか飛び込んできたから、奥さんのその痛い部分にそっとね、手を置いたら痛まるから、そっと手を置いてね、心を込めて祈った。で、牧師の真似をしたんですって、いろんな牧師のね、癒されよとかね、出ていけとか言って真似をしたそうです。ね、特別聖霊が望んだわけでもない。でも、信仰あったわけでもない。そうやって祈って、通ってきた時に、そんなんで、私なんか祈ってもなるわけないなと思って、言っても、どうにか祈った。通って聞いたん。そしたらね、痛くないって言われた。って、本当って知りやがった。だから、そっと車椅子を掴んで、そっとですった。ちょっとだけね。ってのは、ちょっと触っただけでも、ギャーって痛がってたのに言ったから、だからちょっと振ったら、痛くないって言うんです。え、本当に痛くないのって言って、今度ガチッとこう言ってね、ガーってしたんですって。そしたら今度はね、笑いながら泣いたそうですね。痛くない、痛くないって笑いながら、涙をボロボロ流した。それで伊藤牧師も涙が止まらなくなった。本当に痛くないのって言って、痛くないってね、ボランティアだった、大学生の女の子が、昨晩から泊まってくれたボランティアの子が、それを見て、のんくりしたんですよ。感動してボロボロ泣き出して、ちゃんとイエス様を信じた。これは、御言葉に従って踏み込んだ。すごい性の添いがあったわけでも、すごい信仰あったわけでもない。とにかく、病院とか病院にされて言葉を信じて踏み出した。いやね、私は信仰を持って踏み出していくこと。いや、その時、すごい信仰はなくても、本当かなと思っても、踏み込んでいく時に、わざわざ。とうとね、今週、病気の人を見つけたら手を置いて祈ってあげてください。あなたはその時きっと治るぞって期待したらさすばらしい。死んだ通りになります。そう、なんか大丈夫かなと思ったとしても、でも踏み出してみてください。その人が治ること自体は御心ですから、病ね、だから必ず神様は何か始められます。
期待してほしいと思うんですね。で、この人は男性にこうね、助けをしてあげてほしいですね。昔、石垣島というところに行ったんですね、沖縄ね。石垣島って海がきれいなんです、本当に。私、長崎の海大好きなんでね、特に大村湾とかね。で、私は日本の中ではね、国内ではね、負けないと思います、海はね。とかね、まあ、沖縄も国内にはなるんですけど、石垣島の海はものすごい綺麗だった。行ったことない人います？あ、いないですか。じゃあ、お金に余裕があれば卒業旅行に行きたいですね。ね、私は青春18切符ですよね。板谷君とね、卒業旅行をするんですね。大阪経由の東京行く。ね、長崎を旅立つのは青春18切符。ね、ダブル板谷ですね。まあ、かわいそうですけどね、父と一緒に旅させられるのは。で、まあ、ね、そのぐらい、ご飯だけはしっかり食べさせてあげるから。ね、行くんですけども、本当に石垣島なんか行くといいですね。本当に綺麗ですよ。ちょっと、本当に綺麗です。言葉にならないからね。エメラルドグリーンって言いますけどね。まあ、なるほど、ああいうの見たらエメラルドグリーンって言ってもね、いいなと思いますね。もう本当に綺麗です。ちょっと、海が生きているって感じですね。で、行ったんだけど、その時にね、その石垣島の牧師の方が、まあ、ナート牧師とかと一緒に行ってたんですけども、ね、女性を連れてきた友達をね、職場の人なんかをね、そして、来て、まあ、お話を聞いて、まあ、ありがとうございましたって普通に帰るとしたら、祈ってもらったらって言うから、その人はあんまり祈ってもらいたくなかったんですね。でもあんまり言うから、じゃあって言って、まあ、椅子に半分腰掛けてね、これ半分腰掛けてね、で、何やりましょうかって言ったらね、そういう人って大体ですね、世界人類の平和とかね、家族みんなが健康でありますとか、そういうこと言うんですけどね、わかりましたって言ってね、まあ、手を置いてね、いいですかって聞いてね、でいいですから、ちょっとだけ手を置いて、そっと手を置いてね、そして、まあ、暑さりないように祈ろうと思ったら、言葉が来たんですよ、これ、知恵師の言葉、はっきり。わあ、どうしようかと思ったけどね、私ね、まあ、もしね、この人はおそらく、祈らなかったらそのまま帰って、それでおしまいで、まあ、もう一緒会うこともないだろうから、そしたら、もう、ここでやっぱり言おうと思った。それでね、知恵師の言葉を言ってね、でその言葉に従って祈ったんです。まあ、プライベートなことだから下げておきますね。そしてね、祈って、心込めて祈りましたよ。そして祈り終わって、あ、どうもって言って、もうすぐ立ち上がってね、もうね、終わろうと思ったらね、向こう側の人がね、この椅子をね、こうやってギュッとこうやったの。お尻をこう、ね、お尻の中に突っ込んで、こうやってギュッて。で、どうしてわかるんですかとか言うんですよね。いや、わかるんじゃなくて、神様があなたのことを本当に愛していて、あなたのことを知っていて、そしてあなたに慰め、励ましや、与えたいと思ってるんですよ、っていうことを言ったらね、いきなり話し出したんですよ、自分はとか言って、ね、本当にかなりプライベートなこととかね、話し出したので、たまたま、そうですかって聞いて、で、こうね、で、もう一遍祈ったかな、なんかそんな感じだった。そして、もう時間で30分ぐらいしかなかった、もう閉まるから会場が。じゃあ、またって言ってね、私は別れようと思ってた。で、長門牧師とか、そのね、その石垣の人と一緒にね、ご飯食べに行こうと思った。そしたらね、その女の人がね、どちらに行かれるんですかって言うから、いや、食事に行きますって言ったらね、私もご一緒していいですかって言ったからね、長田牧師に書くのったらいいですよってことで一緒に来て。で、食事したんですけど、前に座られてね、それから2時間、ブワーッといろいろ話された。ね、まあ、それでもね、私ね、話聞きながらでもちゃんと私食べるんです。2時間、ね、話された。で、最後、イエス様を信じられました。あの時、知恵師の言葉を用いて祈らなかったら、それで終わってたでしょう。もちろんね、その後のいろんな機会にイエス様死んだかもしれませんが、すぐにその時救われることはなかったですね。だから皆さんね、賜物を用いる。あるいは、この場合なら、これもね、これも一種の知恵心のことですね。歩きなさいって。癒してあると同時に、奇跡であると同時にね、歩きなさいって言って、そして手を取ったさえして、立てるからって、信仰に立って、歩けるからって。で、立ち上がった時に足とくるぶしが強くなった。なんで、踏み出すんです。大体その時に神様の働きがね起こってくる。これどうぞ覚えてほしいんですね。で、ペテロとヨハネは本当に祈りを土台にしていましたね。祈った時に今度神様はそっち機会を与えられた時に大体に踏み込んでいった。で、踏み込んでいって信仰に立って手を与えたら立ち上がって歩けたんですね。皆さんを通してこの終わりの時代、神様は驚くべき救いをされるとされます。午後の時間に今ね、黙食やってるんですけども、この観覧時代ね、観覧時代、大観覧時代合わせてね、人類の半分が死ぬんです。72億と考えて36億。もっと増えてるかもしれませんけど、36億死ぬんですね。で、神様はそんなのほっとけないから、この黙食の時に、すっごい救いを書くことがある。
だから周りさん言った一人を通し100万人って大げさな距離かもしれないけど、起こってくると思います。それぐらい大きなことが起こってくる。だって大量の死が来るからね。だって昔一時に例えば原爆で7万人一緒にして死んで、その後7万人以上死んでるんですけど、それでもすごいと思いますけど、今そんなレベルじゃない兵器でしょ。一瞬にしてね、もうその10倍100倍の兵器があるわけですよね。ああすごい時代ですよね。でそれが使われ始めたら恐ろしいことが起こります。でその前に神様は、いやその時に神様は今度は本当にたくさん人を救おうとされるんですね。でこのカリスマとか奇跡とかを表す私たちが、その私たちの力なんですよ。でもその私たちが踏み出す時にそれが起こるんですね。それを覚えててほしいんですね。どうしよう、私のうちにもあなたのうちにもキリストがおられるからです。大きかろうと小さかろうとキリストは住んでくださる。金銀をいっぱい持ってようとなかろうと関係ない。あの金銀いっぱい持ってて金銀に倒っちゃいけませんよ、ね、ただ神は祝福してくださるから金銀いっぱいになるかもしれません。金銀いっぱいになることは罪じゃないから ね正しく用いればいいんです。正しく用いる人にどんどん金銀を与えられますから、ね、金銀いっぱいになってね、あのやだこれ俺のだとか言っちゃダメですよ、ね、そしたらダメですね。でも正しく用いれば金銀は増しくありますから。でも あってもなくてもいいんです。でもないからといって心配しなくていいんです。神は絶対支えるから。問題はキリストがうちにおられるから、そのキリストの名によって私たちは語り、大胆に語り、そして奇跡を行い、そして癒しのために祈り、そして信仰を持って立ち上がらせる、あるいは助ける、大丈夫ってこうね、信仰の対応を取っていくってことですね。これをしてほしいと思うんですね。でその時に神の技はこれから私を通して起こります。今回の白馬キャンプで秋元教授一番最初にね、私は予言しますって言ってね、これからたくさんの人が救われてくる。これが私がこれがたくさんの人が癒されてくると言われた、あえて。今までも起こってるけど、そんなレベルじゃなく起こってくるということ。あえて予言すると言われたんですよね。私はね、これは神様語ってると思ったんです。そして最後にね、これから、その、あのね、カリスマを用いている教会は、本当に人々が救われ、癒されて、増し加わってくるって。でも、そうじゃない教会と二つに分かれるって言ったはっきり。あんなこと今まで言わなかった公では。それが言ったら、それは、応答してくる教会、応答してくる教会にはそれは起こるって言ったんですね。お互いがふさわしいからじゃない。あのもう一つ言ったことは、私はどうしようもないと言ったんです。どうしようもない罪人、私は認めます。全くその通りです。情けなくなるぐらいどうしようもない。だけどその私のうちにキリストは住んでおられ、十字架を信じてるから許してくださって住んでおられ、聖霊がおられる。このキリストと聖霊は癒される方、このキリストと聖霊はアガペを持って人々を愛される方、この聖霊とキリストは人々を癒し解放し人生を取り戻したいと思ってらっしゃる方なんです。でこのキリストと共に私たちが言葉を発し、このキリストと共に手を伸ばし、このキリストと共に手を置いて祈るなら、キリストは聖霊は癒して奇跡をなされるんです。あなたも私もどうしようもない罪人、すいません、そうでしょ。でもそのあなたと私にキリストがおられる、このキリストはアガペの愛で人を愛し癒して立て上げて祝福すられる神なんです。祝福せんでは折れない神なんです。だからそのキリストと共に私たちは祈り、立ち上がり、そして語り、手を伸ばす。その時技が起こるということをね、どうだの覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと掛け合いでした。ね、今日はここまでにしておきたいというふうに思います。この後ね、人はね、救われてね、最後に 4章来たらね、男だけで5000人って言われてますね。3000人から5000人増えてる。ね、で男だけだから、女子でも言ったら数万人になったってことですよね。だから、素晴らしいですね。神様はそれをね、なさることをね、どうぞ覚えてください。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて本当に主様、奇跡をなさり不思議をなさり栄光を表しくださることを本当にありがとうございます。私の住んでいるキリストがを通してなされる御業に私たちが信仰を持って応答し踏み込んでいくことができる、導いていってください。イエス様にあってお願いします。アメン。